ロレンツォ・ディ・メディチとは、イタリア・フィレンツェのルネサンス期におけるメディチ家最盛時の当主である。成人の儀として馬上槍試合を開催したり、ローマの貴族オルシーニ・クラリーチェとの結婚披露宴を盛大に行うなど、必要以上に派手な演出で人民の心をつかみ、王としてではなく市民の信頼を得て公的な肩書きを持たずフィレンツェを実質的に統治した人物である。ロレンツォ豪華王との呼び名でも知られている。プラートの反乱や明晩の採掘権をめぐって起こったボルテッラの暴動事件の際の時に厳しく時に寛容な対応も市民の信頼を獲得していった一因である。ロレンツォが大量の処罰を行ったボルテッラ暴動事件では、鎮圧のためにウルビーノ公のフェデリコ・ダ・モンテフェルトロが司令官を務めた。敵対勢力であったメディチ家と同じ銀行家のパッツ家による、パッツ家の陰謀として知られるメディチ家の兄弟ロレンツォとジュリアーノの暗殺企ての事件では、弟ジュリアーノは殺されてしまったものの、市民の反メディチ感情を煽ろうとしたパッツ家の思惑に反し、ほとんどの市民がメディチ家側につき、彼らのメディチ家に対する信頼の厚さを逆に証明することとなった。イタリア各国の利害を調整するという政治的な特徴も見られた。敵対していたナポリに単身渡り、フェランテ王を説得して帰還した逸話は、各国とのバランスを保つ繊細な交渉力を証明するものになる。芸術面では、祖父コジモや父ピエロと同じく、パトロンとしてベロッキオやミケランジェロなど、ルネサンスを代表する芸術家たちを支えた。だが祖父コジモと違い、資金面で苦しんだロレンツォは、芸術家を有力な人物や国へ紹介、派遣するという活動で彼らを支え、外交手段としてイタリア各地へ芸術家を送り出したので、イタリア中に美術が広がり、ルネサンス文化の最盛期になった時期とも言えるが、フィレンツェ視点では、国から芸術が流出し、フィレンツェの美術文化が以後衰退していく転換期となったと捉えられる側面もある。金融面では、敵対勢力の強硬、シスクトゥス4世や、ライバルの銀行家、パッチ家との争い、またその強硬派と結んだナポリと対抗するため、ミラノ、ベネチアと同盟を組んだり、南イタリアに遠征に来たオスマン帝国のメフメト2世に備えるため、出費がかさみ、メディチ銀行各国で経営不振に苦しんだ。次男ジョバンニを枢機卿に昇進させるという思惑のため、資金を注ぎ込んだり、妻の家系であるローマのオルシーニ家に大量に貸し付けを行ったことも、銀行経営の圧迫につながった。これらは、ドミニコ会の修道士であるサボナローラによるメディチ家批判の説教に対する市民の熱狂的な支持につながり、後のメディチ家フィレンツェ追放の遠因となった。補足1、ロレンツォ・デ・メディチの次男ジョバンニは、後にローマ教皇レオ10世となった。補足2、パッチ家の陰謀で暗殺されたジュリアーノの子ジュリオ・デ・メディチはロレンツォの養子となり、後にローマ教皇クレメンス7世となった。